えー、こんばんは即歌塾のコウです今回はですねまああのコンサル動画になりますあえて一般公開でいきますんでプライバシーに配慮しながら進めさせていただきますで今回、まあ、コンサルの動画を送らせていただくお相手は A さんと名付けさせていただきます A さんという方がね結構私の動画にはたくさん出てくるんですけども全部違う A さんですこの A さん私とのズーム対談を考えているということだったんで 11月上旬までね、全然構いませんので、何月何日にお願いしますという形でお話しくだされば、あよろしいかと思います。その際ね、どんなテーマで話したいのかっていうのはちょっとね、えー、おぼろげながらでもいいんで、お話しいただくと、私も台本を書きやすくなります。よろしくお願いしますで。あとね、肝心なことなんですけども、告知期間が2週間ぐらい必要です。短くても1週間。ですんで、あの、明日やりたいんですけどっ言ってもこれはできないですからね。 それから肝心なことなんですけども、私はだいたい21時からの放送にしかお付き合いできませんので、そこはご了承ください。ね、ズーム対談の件です。で、えー、次ですね。あの、私の速可塾の毎日配信、ね、メールでお送りしますね、塾生さんに。こちらの方に搭載していただきたい動画があるんですけど、みたいな時は、この動画を紹介してくださいっていう形で、URL をメールで送ってください。 そうしましたね。その動画を、直近、次の日か、もしくは、その次の日、2日以内に必ず、えー、拡散させていただきます。その際ね、いいタイトルつけてくださいね。いいタイトルつけないと、クリックされないんですよ、はい。で、あの、チャンネル名なんですけどもね、YouTube チャンネルのチャンネル名。うん、これ、どんな意味があるのかな、ってことを、やっぱりお話しする機会があったらいいと思います。もちろん、 チャンネル名を変えても結構ですけども、えっ、ー、となんかね、なんかの機会に自己紹介動画をチャンネル名の意味,と意味とともにね、私に送っていただければ、それを皆さんにお伝えするってことができるんで、その次の動画更新の紹介もしやすいかなと思いますんで、ご検討いただきたいと思います。で、あの、最後になりますけども、動画ね、たくさん作ってください。たくさん作ると慣れます。 慣れるとということは上なってきりす。あの動画カメラで写ってるところを見ながら録画してると思うんですけどもやっぱりね明るく楽しくちょっと目がネ、ね、にやけてるでしょ私ねで厳しい話をする時は表情を作るんですよやっぱタレントですから手も足も使ったり背景に気を使ったり様々でございますけどもね、うん、そういう形でも慣れていってほしいと思いますし上達していただきたいと思います数をここなすことによって、 いろんな工夫とか修正案が自分で見つけられるようになりますトークは上手になっていきますね、全く喋らずにトークが上手になってことはなかなかないですけどもやっぱりね、3分とか5分の動画をたくさん撮ることによってどんどん上手になりますし一つの画像の切り取りにどんなテクスチャセリフをつけるかってことがねあのどんどん生まれてくるんですようん、場をこなすと、場画像をこなすとねえ、ね、ですんでちょっと動画の本数をたくさん作ることでチャンネル登録も 再生数も増やしそして自分のトークスキルもアップするというふうに考えていっていただきたいと思いますチャンネル登録なんですけども12月までに300人これはね特に悪い目標ではないですとりあえずは300人の目標を立てて300人行かせるために意識を込めて行動して結果を追い求めてくださいそうすると12月どころか11月とか10月中に300人達成するかもしれません そしたらね、情報修正するっていう意味で、12月末までに500人っていう形でね、えー、計画を前倒しにできます。逆にですね、12月までに300人っていうふうに考えていたのに、全然伸びなかった。300人なのが来年の春になっちゃったということでしたら、ちょっとね、計算が必要です。それは、チャンネル登録1000人に行くのは、どのぐらいの時期になるだろうかってことを考えてほしいんですよ。そうすると、当然ですけども、稼ぐペースが、 随分人生の後ろの方に後ろ倒しになっちゃいます。そう、それでいいんですかって話なんですよ。ね、私の場合は、3年間で1億円、ネットビジネスを始めて、麻雀屋のマ味からパソコンを買って、よーし、始めるぞって言って自己アフィリエイトをやった瞬間から、3年間で1億円、つまり1日に10万円の利益を目指して、それを達成しました、ね。利益は大きく出る時もあれば、中かず飛ばずの日もありますけども、とりあえず、1000円でもいいから絶対に稼ぐと。それを日々のノルマに課しました。 1>, でえー、1日の売上記録どのくらい出るかなっていうふうにやってみたんですけども600万が最大でしたね1日600万の売上もちろんほとんど利益ですけどね、えー、そういうふうに目標を立てて数字を追っかけていくっていうところが最初は必要ですから絶対忘れないようにしてください数字を追いかけていつまでにいくらこの期限と数値を追い求めながらやっていくのがビジネスですやっぱねある意味ねビジネス数字に貪欲になっていくことが必要ですじゃあ今回は以上でございます よろしくお願いします。